昨日ね動画を公開してまあ1日経たずにもう1本ちょっと動画公開してみたんですけど、まあ、昨日はねなんかね作画のね下書きからペン入れまで全部公開しようと思って、まあ、それを習慣化しようと思ったんですけど、まあ絵描く人なら皆さん分かると思うんですけど、まず絵を描く時って、まあ、朝起きてまだ手がねなんか冷えてたりとか温まってなかったりとか慣れてなかったりするからどうでもいいコマから入るんですよ。だから作画の全てを公開するとどうでもいいコマからお見せすることになる、まあ、それがちょっと良くないなと思って、今回はちょっとなんていうんですかね、後半の見せ駒となるペン入れを先に持ってきて、まあ、これが終わったらまたスタートの下書きから入るっていうやり方にしてみようかなと思って、まあ女の子を描いてみますね。いやまあそのペン先を描いてとても絵が描きやすくなったって本当に、まあ、YouTube のね概要欄にね俺の使っているこのペン先本当にすごいです。これなんかねどんな線描いてもそれっぽくなるんだよね。まああとまあアメコミの影響でとりあえずねベタにすごい集中してベタ置きをしていますね。ってな感じで、まあ、毎回同じことを言ってるんですけど、今日はですね今朝の12時ぐらいでこれから子供のね面談みたいのがあって、ちょっと長男が今5歳でね、で長男の面談があってそれに今から行かなくちゃいけなくて、まあ、その合間にこう録音みたいなことしてますね。まあまあね、もともとまああんまりその公言することじゃないんですけど、まあ自分はエロ漫画とかその海外旅行っていうか、まあバックパッカーみたいな、その片道切符でまあアジアをぐるぐるみたいな、そうネパールとかインドとかそういうところにね行って、まあ20代後半ぐらいからねそういう寝なし草的なねろくでもない暮らしをしたんですけどね、今はもうこういう、まあ、戸建てを買って戸建てを買って子供ができて、で日曜日に洗車をしてみたいなね、まあ俺がねそのバックパッカーとかしてた頃からしてみたらねもう想像もつかない、あの頃の、まあ、若いとかそういうことをそういう暮らしをしてみた自分からしてみたらなんかね一番価値のない生き方みたいに俺は思っていたんだよね。そういうまあ戸建てを買って、まあ戸建てを買っちゃうと、まあ、好きな場所にはもう移動できない、で子供がいると、まあ、旅行はそんな自分勝手な旅行はできない、で日曜日の洗車なんてねやることがない人みたいな、でも、ね、俺今それをしてるんだよね。でなおかつそれが楽しいんだよね。でそれがねちょっと最近不思議でねまあ今日はねその話っていうことじゃないんですけど、まあ今少子化じゃないですか。で子育てってどうなのって結構まあ独身男性とかから聞かれたりする、まあ、結婚してて子供がいない人のからも聞かれたりするし、まあ、元々俺自身がさっき言ったように子育てとか家庭とかにすごい適してない人間だったんですけど、まあ、こんな感じでとりあえずね、まあ、ページが見せ駒が書き終えて、でこうやって1ページ見せた後に、まあ、スタートから入ろうかなと思って、まあ、ちょっとこの仕組みでちょっと当分やってみようかなと思って、でここからはね下書きですね、まあ、ここからはまあ大した駒じゃないんで雑談ありきで、まあね、で実際子供まあ結婚させていただいてね、それでその後子供が生まれてってね、なんだろう、要は俺はなんで海外に行ってたりとか、そういう意味のわからない店作ったりとか飲食店作ったりとかゲーム作ったりとか意味のわかんないことをしてるのかなって思ったら、やっぱり単純にやっぱ刺激が欲しかったと思うんですよね。刺激、新しい情報、自分がしたことない経験でね、ある時ね海外旅行をしてる時にねなんかね気づいちゃったんだよね。なんかパターンがもうだんだん偏ってきてる。例えばまあ安い日に片道切符で飛行機の券を買って、その後アゴダとかそういう旅行サイトで1泊目の宿を決めて、であとは行った後にこうしてああしてみたいなパターン化されたんですよ。であれって思って、あんだけ自由だったって海外旅行がパターン化してるっていう時に、なんか興ざめしたところがあって、まあ、要はパターン化しちゃったら、それこそまあ刺激が欲しいっていうのも、まあちょっとその自分の欲望に似合わないし、で、その後まあゲームも作ったしね、まあ漫画も書いたしっていうので、まあある程度の作業ってルーチン化するじゃないですか。で、じゃあ子育て、まあ実際子供が生まれてきてなんだってなった時に本当に新しいことがいっぱい、まあ
授業参観とかね、そういう面談とかね、ぶっちゃけ面白いんですよね。まあ、したことがない経験だから。で、まあ、子どもの送り迎えとかした後に、なんかね、次は次の学園に上がるときに、ちょっと刺繍でね、刺繍で手縫いでなんかこういうワッペン作ってくださいとか言われて、ワッペンなんか俺作ったことないし、でももし俺が独身で子供とかいなくて、まあ、海外旅行とかしてたら、俺ワッペンをね作る機会なんてないんだよ。で、この前鉄道博物館に行ったりとか、なんていうの、俺はだよ、別段なんかさ、こういう、まあ、子供がいてよかったとかさ、全て俺はの話だからね。なんかその、俺が好きだからみんなもそうだとかじゃなくて、別段さ、だから俺はこうだって言った時にさ、なんだろう、社会全体がそれがベストだって言う、と関連付けたかる人っているじゃん。けど俺は全て俺がって思ってくるだから、まあ、そういう予防線を張りつつ、まあ、俺はその子供が生まれたってことで本当に新しいことをすごいんだよ。本当に子供ってこう散歩してさ、そのお花を見るだけでなんかお花綺麗とかさ、えってもう何なのそれみたいな。俺の例えばまあ女性の方と一緒に散歩した、まあ、男友達でもいいよ、誰かと散歩してお花を見てさ、お花綺麗なんて言わないよ、うん、言わないけどね、言うんだよ。子供ってその一度さ、スターバックスかなんかで、奥さんがね、スターバックスでなんかなんとかフェラペチーノみたいなのを子供にちょっと飲ましたんだよ。それがすごい美味しかったらしくてさ、子供がさ、スターバックスの前を通るたんびにスターバックスでペロペロしようって言うんだよね。そのマンゴーフラペチーノをチューチューしたんだけど、そのペロペロしようって毎回俺に言うの。なんていうのかな、今起きてる生活って俺一人で起こせたのかなっていうか、体感できたのかなって思うとすごい刺激的なんですよね。例えば朝起きなくちゃいけない、朝起きなくちゃいけないは、まあ俺学校行けなかったから、まあそれもレアで、これからしてみたらそのレアなことばっかで、自分の時間とか結構言われるのは、自分の時間とかしたいことできないのって俺言われるんですよ。子供がいるとしたいことって、したいことって 何って逆に、そのまあ海外旅行も行ったし、お店も作ったし、ゲームとか漫画とかも実際かけてるし、その子供がいない時にしたいことって 何とか思っても、結局酒を飲むとかさ、でも酒を飲むってのもさ、もう何百回も行われたルーチンじゃん。いや、ぶっちゃけ飽きるよね。俺40歳だしさ、そのなんていうの、酒を飲むっていう作業に新しさも感じないし、だから俺はだから子供っていうものがいるおかげで、なんか新鮮な新しい日々を毎日、もう幼稚園とか面白いからね、本当になんかねえ、そう、迎えに行くとさ、もうさ、子供がもうなんかドンキーコング、もうファミコンですけどね、俺のドンキーコングはファミコンで、まあ、ファミコンのドンキーコングみたいな、もうなんかもう檻みたいな感じで、こうパパーみたいな感じで、でそんなことされたことないから、人生で。なんかまあ俺に対して、もし万が一好意を持ってくれる人がいたとしても、別さ、檻の前で俺の名前呼んで今すぐ会いたいとかはさ、そういう表現はないしさ、なんていうの、ここまでアイスクリームを一つ買うとかでもさ、全てがイベント化される、で全部が新しいのはね、まあ今子供が、長男が 5歳で、次男が2歳かとかだけど、もう毎日が新しい、まあ、海外行ってた時よりかは俺は新鮮味を今、まあ、海外に行ったから多分そう思ってはいると思うんだよね。これはだから、海外に行かない状態で子育てとかしたら、やっぱり海外ってどんな世界だったんだろうとかきっと思っちゃうとするんだけど、まあ、俺個人がね、まあ、言えることは、やっぱ好きなことをいっぱいした後の子育ては最高だねっていうか、やっぱりあれしたいこれしたいを残した後に子供ができちゃうと、もしかしたら人によってはあれしたかったのになとか、これできなかったのになっていう何かをなんかのやり残した形で、でもね、そうするとやっぱ晩婚化というか、そのじゃあ自分がやりたいことをそのし終わった後に子供を作りましょうって言ったら何歳だっていう話にもなるけどね。まあ俺的には結構ベストなタイミングで、まあ、いろんなことをした後に、まあ、子供が生まれてくれて、で今日もこれから面談みたいなね、なんかすごいよ面談とか、今すごいなんか、まあ、自分がちょっと
通わせてるところとかがすごいやっぱ現代的な発育医学っていうの、発育とかも医学なのかな、だからこういう症状っていうか、こういうちょっと多動な感じが起きたらこういうことが原因でとかが結構分析されていて、まあそれら全てが分析された結果、わかんない、だ今言うだったらクレヨンしんちゃんの坊ちゃんとかもさ、ちょっと何かしらの判断はつくと思うんだよね。でも別な、まあ俺自身もね、その幼少時期に今と同じ医学の発展があったらもう速攻病院送りだったと思うけど、まあ、俺の時代にはそういう、ね、環境が整ってなかったから、まあ、一般的な小学校行ったりとか普通な暮らししてたけど、あからさまに俺はおかしかったからね。まあね、事例まあ野宿とかバリバリ中学校とか小学校の頃してた、まあ、バレないようにね、バレるんだけどさ、まあまあまあ何でもいいんだけど、まあ今の医学でね、医学の進歩のおかげで子供は、あなたのお子さんはこんな状態ですよとかさ、わざわざ説明してくれてさ、そうなんだって思いながら、まあ別段俺としちゃ、ね、子供が楽しければ、まあ なんかね、スターバックスでペロペロするってね言ってくれりゃ俺はいいんだけどね、全然なんかまあそんな感じでね、このあと面談か、まさかね、面談してる父親がこんなことしてるとは思わないだろうけど、あと何分ぐらいだこれ、あと5分ぐらいか。今ね、作画時間スタートから26分、最近ほんとね早いんですよ作画が、本当に自分でもこのペンにしてから、あと定規を使わない、まあ、ある程度もなんかね、この本当にペン先に書いてからね、定規使わなくてもね、なんかそれっぽくなるんだよね、ガタついててもそんな絵柄みたいな、だから最近絵がすごい楽しい。あとまあこれはですけど、なんか先に最近紙を描いちゃってますね。なんか目を描いてから紙とかをやらないで、ちゃんと紙の裏側に目があるだから、紙の裏側に目があるわけだから、やっぱ目が髪を貫通させたりするのは、そのキャラクター表現ではいいと思うよ。そういうなんか眉毛ボーボーで鉢巻きの上にその眉毛がさ出てるとかはさいいけどさ、まあちょっと俺はリアル路線が好きだから、まあ髪をしっかり描いてからね、まあ、ここさっき冒頭やったのにちょっと倍速しちゃってますけど、なんか最近絵がね、自分のその、まあ、毎回言ってるんですけど、脳内にあるイメージが直接作画できてるような気がして、大変、まあね、もう40歳だけどね、だから楽しいんだろうね。なんかさ、40歳になってもまだ模索してるものって少ないだよね。大抵のことは諦めちゃったりとか、大抵のことはできないとか、大抵のことは興味を失ったりとか、いまだに絵に対してはああじゃないこうじゃないって、本当に俺が10代の頃椅子に座ってああじゃないこうじゃないって思ったその気持ちと、何一つ精度が変わらない、純度が変わらない気持ちで、ああじゃないこうじゃないって悩みながらね、なんか胃液出しながら苦しみながらやってる感じがね、幸せなことなんだろうな。そこまでお熱になれる、料理好きだけど別段なんだろう、まあ美味しくできたなとかで終わりだからね、まあ食べてくれて、まあ奥さんと子供、まあ奥さんがね美味しいとか言ってくれたらすごい嬉しいし、まあ損害でフィニッシュだけど、やっぱ絵に関してはなんか、なんでこんな風になっちゃうのとか、なんでこんな絵が下手なのとか、40年間苦しんで、ここまで人を魅了する絵って何なんだろうね。最近の作画はいいと思うな。俺は太いところ太く描いて、影ビタッペタッて置いて、やっぱアメコミ参考にしてよかったなとか、アメコミとそのペン先か、なんか分かんないけど、多分絵の成長って曲線じゃなくて階段、なんか急にガコンガコンってなってる感じがして、だから俺もまだこれから絵をどんどん成長させたいけど、なんか絵を描いてる人もなんか変わらないなって思っても、急にガコンってくる時があるような気がして、絵は楽しいね。子供にはね、やっぱ俺は
数学とも、まあまあいいんですけどね、数学は好きだからね、数学好きだからゲーム作れるってとこもあるし、まあ理屈屋だからね。はい、まあこんな感じでサクッとね、何分これ、まあ1時間ちょいで、サクがね、下書き合わせて多分2時間かかってないと思うんだよね。早くなりましたねこれも。はい、でボツになった漫画毎日更新のところでね、あの毎回これストックしてるんで、このプレイリスト再生してくれたら上から順に再生できるんで、もしねよかったら、はい、聞いてみてください。今日もありがとう。